はい、こんにちは。こんにちは。覚生寺の住職と副住職です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回寄せられているお悩みは、はい、16歳の男性からです。はい。彼女と別れて友達に戻りました。よりを戻したいです。というお悩みです。はい、より戻したいですよね。まあ、16歳ですよね。結婚して、何年も経った毎日を一緒に過ごしてる人と別れましたっていうのと、あ、夫婦ね、うん、夫婦で別れたっていうのと、まあ10代でね、付き合ってた彼女と別れたっていうのは少しね、はい、ニュアンスが違うので、はい、10代のこの男性に言いたいのは、はい、君のどこが好きでね、彼女が付き合ってくれたのかわからないけど、別れた理由も、あなたがのことが嫌いになったからっていうよりは、ちょっとね、タイミングじゃなかったかなとか、良さをね、伝えきれなかったのかなって思うので、落ち込んだり、自分のことを嫌になったり思うことはないと思います。まずそこはね、自分のことをね、大事にしてあげてください。どうしてもね、自分のどこが悪かったんだろうって、自分の日ばっかりに、別れてしまった後っていうのは、目を向けがちなので、そうじゃなくて、お付き合いには相手があって、相手にも相手の気持ちがあるっていうことを見落としがちなので、タイミングとかね。そうですね。彼女が会いたいって思った時がちょっとテスト前だったとかね、部活の練習とかでデートがなかなかできないとか、そういうことですれ違ってしまうカップルもね、若い時にはいっぱいあると思うので、そういうタイミングのズレが問題だったかもしれない。そうですね、自分だけを追い込まないように、そうだね、それは、覚えておいてください、はい、だとすると、ね、はい、同じ環境のまんま、例えば高校生だったら、まだ今も毎日毎日勉強が続いてるとか、同じ学校でね、まだ部活も続いてるだったら、同じ部活でね、ただ今より戻したらまた同じことの繰り返しになっちゃうので、今は一旦その環境が整うまで少し時間を待つっていうのも一つかもしれないですね。そうですね、でもさ、今これよりを戻したいけど友達に戻りましたっていうお話だったので、そうですね、はい、もうまずは友達として彼女の一番の友達を目指す、相談乗ってあげたりとか、どういうことを考えてるのかなっていうのに寄り添ったり、一緒に悩んだり楽しいことを共にするのも、彼氏じゃなくても友達でもできますから、そこは今は友達でいいんじゃないですかね。そうですね、それこそ結婚するかどうかを決めるわけではないので、今そこは確かに10代の時っていうのは、僕も経験としてありますけど、やっぱり付き合ってるかどうかっていうのがすごくその友達とそうじゃない関係との、違いっていうのにすごくこだわっちゃうやっぱり時期だと思うんです。それは仕方ないと思います。でも今副住職が言ったように、友達でいられる、そして近い友達でいられる親友、それは男性は男性、女性は女性に、こう、限らなくても、誰とでも近くはなれる、その関係を、まずは、距離を縮めていくっていうのは、一つなのかなと思います。ですね。そういう時間があってもいいんじゃないですかね。はい。はい。どうでしょうか。チャレンジしてみてください。ありがとうございます。